大勢の技術者たちが心血を注いで開発する一台の機械。それぞれの専門家が入念な最終チェックをしている。家庭用ゲーム機イカマシン2型、発売当初から注目を集めたイカマシン2型。町中の電気店には購入希望者が殺到し、長い期間品薄状態が続いた。池袋にもない、新宿にもない、秋葉原にすらない。イカは影も形もなかった。この事態を重く見た第35代アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディは、国内の治安維持を図るため連邦政府にイカマシン2型の備蓄を指示した。一方、イカマシン2型の生産ラインは相次ぐ注文に対応するため昼夜を徹してフル稼働で生産を続けた。しかし、増え続ける需要に対応し続けることは困難を極めた。このイカマシン人気に目をつけたのがソ連だった。ソ連の最高指導者ブレジネフはソビエト共産党当局に対して対応を指示。国家保安委員会 KGB の工作員が町中のイカマシン2型を買い占めた。工作員1人当たり10台買い占めたことから転売ヤーと呼ばれた。この映像はイカマシン2型がプレイできず錯乱状態に陥った女性を撮影したものだ。一日中イカのことで頭がいっぱいになり、禁断症状で苦しんでいる。瞬く間に社会問題化したイカマシン不足。しかしある時、転機が訪れる。イカマシン製造会社が2017年8月22日から順次予約受付を開始し、10月1日から発送を開始すると発表したのだ。買い占め行為が意味をなさなくなった結果、一部の転売ヤーたちが暴徒化。ついに逮捕者まで出る事態に発展した。これを受けて KGB は工作活動を次第に縮小。アメリカ政府もソ連側と和解することで合意した。一連の騒動を受けてケネディは次の言葉を残している。 Our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal.